はい、佐藤あやみです。今日は久しぶりにとある一日をご紹介しようかなと思います。で、今車の中にいるんですけど、朝からお化粧してっていう感じで朝ごはん食べて家出てきて、で歯医者さんに行きます。で、今私歯科矯正をしていて、もうだいぶ綺麗にほらなってるんですけど、裏側のワイヤーを上下やってて、前6本ずつね。はい。で、それのもうほぼほぼ終わり終盤っていう感じで、ワイヤー取ってマウスピースに移行する前っていう感じなんですけど、とりあえず歯型取ったりとかですね。はい、そんな感じで今日は歯医者さんからスタートします。で、午後は福岡に実家に帰省するので、なのでその様子とかちょっとバタついた一日なんですけど、ご紹介しようかなと思います。歯医者さん終わりました。ドトールで豆乳ラテ。イエイ。ミコちゃん、ミコちゃん、超可愛い、やばい。ご機嫌やね、ミコちゃん。え、久しぶりやね。笑うと。めっちゃ笑う、つぼっとる、ほら。掴んどんちゃうか。おー、実家ただいま。わ、めっちゃいい匂いする。ただいま。初の家。猫ちゃん、これかわいいね、白パン。うん、そうなん。うん。あらわ、あらわ。かわいい。はい。実家に帰ってきたので、メイクとラブラブしたいと思います。お前は何？メイクとラブラブしてね、ご飯食べてゆっくり休みたいと思います。バイバイ。いただきます。ママご飯。ママの適当ご飯やろ。うん、うまい。炊き込みご飯があるのにさ。やっぱね、ママはね、よくね、このね、余りご飯でゆかりやった。うまい、おいしい。
しゅうございます。実家引っ越して初めて来たんですけど、まあ快適ですね、はい、紫山です。ありがとうございます。なんかパパが新しくできためっちゃ若者の行列が夜まで並んどるお店があるとか言いよって気になって試しに行ってみたらめっちゃ行列でした。すごい。しかも今何時？11時半ぐらい。めっちゃ美味しそう。ミニサイズのアイス、ママと妹と3人で食べます。なんでこんなプリンの？ガチプリン。え、てかこれプリンの下に入っとる？これきっとガチのプリンが入っとる。え、なんでクリーム、これソフトクリームのプリンの？これマジうまいね。うん、これがママのモンブラン。先に食べます。ママより先に。デリシャス。うん、ママ好き。うまっ。めっちゃ芋。チョコミントにしました私。はい、これはね、こんな時間まで空いとったら行っちまうよね。うん、若者多かったもんね。うん、ほんとね、びっくりするぐらい若者が多くて、結構みんな年齢層割り若い感じ。もうバッチリ、深夜のデザートまで食べてよく眠れそうです。